もしかしたら指名されるかもしれんな。そんなわけないやろ。こんなピッチャー誰が取るんや。俺の名は千賀滉大。ホークスでピッチャーをしている。育成良い指名から這い上がり、最速161キロのストレートとフォークを武器に最多奪三振などのタイトルを複数回獲得。2020年には投手3冠を達成した。フライバッター。今でこそこの地位を築いたが、最初は育成選手としてからのスタート。みんなの想像通り順調にここまで来たわけではなかった。俺は1993年1月30日、愛知県蒲郡市で生まれた。小学2年生で野球を始め、中学では軟式野球部に。あ、近い。本当はピッチャーをやりたかったのだが、中学時代は成長痛に悩まされ、ピッチャーではなくサードをしていた。いつになったら治るんだよこれ。結局中学3年間は成長痛のせいでほとんどプレーできなかったが。すんごい。お前そんなでかかったっけ。え、そう。中学入学時に150センチ前半だった身長は、高校入学時には176センチまで伸びたんだ。その後は地元の蒲郡高校に進学、成長痛も癒えた。よかった。けどピッチャー志望は同級生にもたくさんいるし、俺は高校でもサードで勝負するか。そう思いながらキャッチボールをしていると、監督がやってきた。ほう、千賀、こいつなかなかキレのいい球を投げるな。お前ピッチャーやってみろ。はい。え、よし、これから頑張れよ。この子はピッチャーで行くべきだ。監督はこの時点で俺の投手としての才能を見抜いてくれていたんだ。とはいえ、この時点での俺のスペックは最速120キロ、身長は伸びたものの体重は60キロ前後。課題は明確だった。とにかく体をでかくしよう。ショフトレーポールカンサー超距離サー。そして再びショフトレー。この時から俺は具体的な量は覚えていないが、とにかくよく食べたし、よく走り込んだ。約1年半後、身長183センチ、体重は76キロにまで成長した。縦も横もでかくなったな。バッター。こうして120キロだった球速は144キロを記録するまでになったんだが、最後の夏の大会は県予選3回戦で敗北。スカウトも何球団か見に来てくれてはいたが、元来自分に対してネガティブな俺は、正直プロになれるとは全く思っていなかった。もしかしたら指名されるかもしれんな。そんなわけないやろ。こんなピッチャー誰が取るんや。そう思っていたが、ドラフト当日、第4巡選択希望選手、福岡ソフトバンク、千賀滉大投手、蒲郡高校。え、なんと育成良いながら俺はホークスからドラフト指名を受けたんだ。もちろん嬉しい気持ちもあったが、それ以上に正気かという気持ちが強かった。何はともあれプロの世界に入れることにはなったが、不思議だ。成長したとはいえ怪我しがちで、まともにプレーできた期間も少なかった俺を、なんで指名してくれたんだろう。いや、わしの名は N 川。愛知県でスポーツ店の店長をしておる。元は中学生の深夜で監督をしていたこともあり、この辺の地域の雨事情はめちゃくちゃ詳しいぞ。プロ野球のスカウトとも交流があるくらいじゃ。そんなわしじゃが、最近知人から蒲郡高校の千賀という選手がいいと聞いての、ちょっと足を運んでみたんじゃが、こりゃ驚いた。トレイバッター。これはなんという肩関節の柔らかさ。そしてなんといっても肘の使い方が抜群にうまい。この子は将来化けるぞ。わしはすっかり千賀君に続行になってしまった。あんなうまく肘を使うやつはおらん。あの子は将来億を稼ぐ選手になるぞ。わかったわかった。父さん、もう酒はその辺にしておきなよ。わしはなんとかあのダイヤの原石をなんとかしたいと思い、知り合いのスカウトに片っ端から連絡をかけ、千賀君を見てもらった。あの素材を埋もれさせるのはもったいなさすぎる。しかし、どの球団のスカウトも千賀君の良さは分かってくれん。中には、この子は育成指名でも厳しいわね、というものまでもあった。そんな中、不遇の選手はいいですね。ぜひ、うちに来ていただきたい。おお、分かってくれますか。ホークスのスカウトだった。ついに千賀君を評価してくれる球団が現れたんじゃ。そして、第4巡選択希望選手、福岡ソフトバンク、千賀滉大投手、蒲郡高校。おお、千賀君よかったな。プロでの活躍楽しみにしとるぞ。こうして千賀君はプロの世界に進んでいったんじゃ。今後の成長が楽しみじゃわい。プロの世界に入りはしたが、育成選手からのスタート、浮かれた気分になる暇はなかった。俺は今年指名を受けた選手の中で、いや、全選手の中で一番下なんだ。だから一番練習して当然なんだ。うわ、当時、三軍投手コーチだった倉野コーチの助言もあり、体幹とともに肩周りのインナーマッスルも徹底的に鍛え上げた。その結果、劇的な速さで俺の体をスケールアップし、ストレートも150キロを超えるようになった。ふっ、はい、バッター。あいつめちゃくちゃ球速くなったよな。しかし、まだ課題の方が圧倒的に多い。制球は定まらないし、それに、まっすぐがスライダー以外に何かもう一つ軸になる球があればな。そんな時出会ったのが、中日ドラゴンズの吉見さんだった。圧倒的な制球力を武器に、最優秀防御率、最多勝に輝いた超一流のピッチャー。こ
このチャンスを逃してはいけない。吉見さんの自主トレに参加させていただけませんか。お、こいつ根性ありそうだな。いいぞ、やろう。こうして俺はシーズンオフは吉見さんの自主トレに参加させてもらい、投球術、マウンドでの心構え、数々の大事なことを教えてもらった。そして吉見さん、まっすぐ以外にもう一つ決め球を増やしたいんですが、それならフォークを教えてあげる。こうして俺は吉見さんからフォークを教わった。吉見さん直伝のフォークの練習法に加え、俺自身も研究を重ねた。そんなにボールを握る指の間は広くせずに、思いっきり腕を振ることを意識すれば一番よく落ちるな。そしてついに俺のフォークは完成したんだ。ふっ、お、なんだ今のは、消えた。バッターが消えたと錯覚するほどの落差のフォーク。いつしかお化けフォークと呼ばれるようになったこの決め球を武器に、俺は一気になり上がった。2012年に支配下契約を勝ち取り、2013年には中継ぎとしてリリーフによる公式戦連続無失点イニングのパ・リーグタイ記録を樹立。その後は怪我などもあったが、2016年からは本格的に先発に転向し、開幕から7月まで無敗の8連勝を記録。そして2017年侍ジャパンに選出され、臨んだ WBC ではアメリカ戦で4者連続三振の活躍で日本人唯一のベスト9に選ばれた。そして2019年にはソフトバンクホークスとなってからは初のノーヒットノーランを達成。シャッ、こんな感じで俺は順調にキャリアを積み上げていたが、ある問題があった。今のままのフォームではどうしても体に無理が生じて怪我をしてしまう、そんな気がしたんだ。シーズン中で離脱するような投手にはなりたくない。フォームを改造しよう。この先も長くプレーするためにも俺はフォーム改造に着手した。しかし結論から言うと、この挑戦は失敗した。2020年シーズン前半、思った通りの球がいかない。おっと、千賀またフォアボールです。コントロールがうまくいかない、フォークが落ちない、思うようにいかない日々が続く。今までは気にもしなかった周りの反応が気になったり、どこでも眠れる体質だったのに眠れなくなったり、しんどい日々が続いた。くそ、こんなの初めてや。そして8月、俺はフォームを元に近い形に戻すことにした。最初はそれでも慣れるのに時間かかったが、徐々に俺は調子を取り戻した。特に10月は4回登板し、26イニングを投げ、自責点0、防御率 0.00。 俺は完全に復活した。終わってみればホークスは3年ぶりのリーグ優勝、そして俺自身も最優秀防御率、最多勝、最多奪三振の投手3冠。フォームに悩まされていたことが嘘のような結果を手にすることができた。この調子でいけば、あと2年ほどで俺は海外 FA 権を手にする。いつか必ずメジャーに殴り込んでやるぜ。俺は本当に運がいい。多くの恩人に恵まれてきた。投手としての才能を見出してくれた監督さん、俺をプロで通用するレベルまで鍛えてくれた倉野コーチ、ピッチャーとして大事なこと全て教えてくれた吉見さん、そして後から知ったのだが、高校生の俺をスカウトに推薦してくれた人物がいたらしい。俺がプロに入った翌年、2011年には他界されてしまったそうだが、その人の推薦がなければ間違いなく今の俺はなかっただろう。本当にありがとうございました。どうか天国から俺のプレーを見ていてください。ストライク、バッター、あっと千賀、また三振を奪いました。あの子は将来よくを稼ぐ選手になるぞ。父さん、よかったな。千賀君、本当によくを稼ぐ選手になったね。